ストライクショット。こんにちは、エクスラークの中の人かな、とリークスです。はい、ということで今日はこちら、じゃん、重心化徳川家康使ってみた。イエイ、かっこいい。はいはいはい、バークで発表されたやつですね。はい、じゃあ早速使っていきますか。ゴー。はい、それでは見ていきます、うん、貫通スピード型マインスイーパー EL 超アンチ重力バリア、うん、友情コンボがこちら、長距貫通ホーミング12と、うん、副友情が長距貫通ホーミング8です、うん、はい、それでは、ちょっと縦にスピード感見ていきます。おーい、シュンシュンシュンと、はい、スピード型なのでこんな感じでございます。おー、早いね。はい、はい、それではマインスイーパー EL なので、殴りたいと思います。い、あとは超アンチ重力バリア、うん、めちゃくちゃ大きい。そしてスピード型なのでかなり往復できる、うん、いいですね。超アンチでさらにスピードアップしますもんね。はい、いいな。めっちゃ削る。ガンガンいくね。はい、弱点に当たるしね、中長パンチなんで、うん、いいですね。じゃあちょっと当たっていきます。はい、しっかりとホーミングで、すごい一掃しましたね。一掃できるんですね。はい、じゃあマインスイーパー EL ですね。なのでちょっと縦でザクザクっと。いいんじゃないの。うわっ、うわ、ちょっと強い。129万で、超アンチ今重力がなかったんで、はい、がなくてもそれでもかなりいいダメージ量です ね。このスピード感で往復できるってすごいですね。はいはい、それではストライクショットいきます、はい、こちらじゃん、狙った方向に触れた敵の数に応じて反射する権限砲を放つ。それではいきます。お願いします。徳川の世に限りなし、宇宙を滑るも面白かろう。うわ、今の1体だったかな。リドラには当たってなかったよね。そうですね、本当に弱点に向かってもう往復しましたねガーっていったね。1体だから 1回出て1回反射したのかな。はい、ってことですよね、うん、すこういったってことですよね、はい、へえ。なんかもっといっぱい並んでると、そうですね、さらにダメージ上がりそうですよね。はい、それちょっと見せますか。はい、行きましょう。はい、マインスイーパー EL ということで、うん、当たっていきますね。お、素晴らしい、倒した、はい、スピードあるから。そうですね、いけたね今、うん、超アンチ重力バリアもあるのでうんうん、はい、押し出していけるっていう感じですね、うんうん、しっかり前に取っていけましたね。はい、とんでもない。これは350万、はー、結構持ってきたよ。もうこれ玉ねぎさんはもう後でもよくない、うん、もう後回しの玉ねぎ処理ですよ、ね、すごー、処理しなくてもいいぐらいですねこれ。はい、それではストライクショットいきます。いきましょう。これはもうビットも巻き込んじゃうので、うんうんうん、とんでもねえですよ。ザコも巻き込んで、はい、いきます。徳川の世に限りなし、宇宙を滑るも面白かろう。94ですよすごい。え、だからザコ2体とピットも2個、そうですね、とボス、はい、での往復ですよね。はい、レーザーが数に応じてなので、はー、いやもうこれだったらもう割といろいろ無視していけますねメヘントモリが、ね、嬉しいです、すごくここにもね、すごい苦しい思いをしてますみんな頑張ってね。いやー、いやすごいですねこのペース、はい、いいダメージでございました。ではステータスいきましょう。はい、ということで、うん、ステータスこちらです。はい、はい、今言ったのはベローナとメメントモリ、うん、で、まあ、地雷重力どちらも対応してましたね、はい、はいはいはい。あとはストライクショットがね、すごかったですね。とんでもなかったです。もうレーザーがだんだん出ててすごかったですねはい、あとは、爆絶だとエルドラド、おお、エルからね、確かに EL になったので、はい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 、いいダメージ出そうですね、うん、だと思います、うん、他にはあとは不動明とか、うん、もまあ重力マインなので、はい、ガンガンいけちゃうんじゃないかなと、いうところでございます。はい、ということでポイントは、ポイントはこちら、マイスイパイエルと超音重力バリアのアビリティセットということで、いいですよ ね。EL で、まあ、攻撃力上げつつ、うんうんうん、重力バリアで、はい、
スピードでババンと。そう、超なんてね。うん。なのでね、でゲージもないですよね。そうですね、うん、安心して打てる。うん。というような感じになっております。はい、はい、ということで今回はこちら、うん、じゃん、重心か徳川家康使ってみた。メメントモリ頑張ってこれで運曲にしてください。頑張りましょう。それではバイバイ。バイバイ。ご視聴ありがとうございます。よろしくお願いします。他のチャンネルもあるのでチェックしてみてください。いつもみんな文句で遊んでくれてありがとう。って私が言うと思わなかったやつ。これからも妄想よろしく。